はいアフレコで説明していきますねこれも人気のあるシリーズの GK2203 プロテクトメッシュグローブですね。これも GK220 から新ししくなりましたね、はい、基本的には同じなんですけれどもうんそうですね、はい、ソフトタイプのナックルプロテクターがいいですよね。フィッティングが良くてとてもあの定評のいいグローブです。 これが新しいからプリズムシルバーですね。あんまりシルバーっぽくないんですけどね。はい。このプリズム感というか。はい。これが新しいカラーバりになります。はい。ちょっとチェックしてみていただきたいなというところですね。はい。裏はこんな感じになってます。カーボンのパームスライダーですね。はい。これは点灯したときにアスファルトの上を滑らせることによってエネルギーを逃がして、えー、衝撃を あんまり摩擦力があ,りありすぎるとドンと衝撃がの骨に伝わっちゃうんですけど滑らせるとそれを防ぐことができるという機能ですね、はい、こちらが小峰のバックル入りのアジャスターですねここでベルトを折り返して締められるような形になっていますはいこれはブラックですねちょっと見えづらいんですけどはい裏はい明るくなりましたね、はい はい、引き締まった感じになっているかと思います。はいこちらがブラックレッドですね。はいこのブラックに指股のところに赤い生地が入った形になっております。はいこちらはオリーブですね。はいちょっとね、あのー、アーバンな感じのね色合いになりますよね。はいでこれがネオブラックカモですね。はいいちょっと濃いめの カモフラージュモノトーンのカモフラージュですね。はい、人気のある色になりますのでお試しいただきたいなというところですね、はい。指先のロゴのところはリフレクターになってますので、はい、ここで安全性を高めています、はい、ありがとうございます。